はい、こんにちは。えー、新てっちゃんの今日も新しいいつもご視聴ありがとうございます。えー、今日もね、一日終わりました。えー、8月28日。えー、ちょっとね、こっちは、えー、雨、大雨かな。明日はね、もっとね、雨が降りそうで、えー、ちょっとね、土砂降りの予感をしております。ちょっとね、あの、夜、 うとうとして寝てたんですけどなかなかね眠りが浅くてね急遽ね、えー、この動画をアップしてます、えー、今日も一日本当にありがとうございました一、まあ、日一日がねこう見ていただいているリスナーさんにまあお礼を言いたいっていう気持ちとあとは一、えー、日の締めという意味で、えー、動画を作らさせていただいています本当にねあの、えー、日々 応援のコメントとかね、あのー、勇気の出る言葉とかね頂い,いて本当にありがとうございますまあ調子はね、まあ、平行線っていうかねどん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 なんかやっぱりちょっと悪くなってるようなイメージはね、まあ、自分としてはあるんですけど、えー、できるだけね昼間は太陽に浴び 規則正しくやろうとは思ってるんですけどまあそれでもねな,んかなかなか、えー、思うようにいかない、えー、自分がいます、えー、特にねまた台風とかね、えー、雨が続くとね気分がねやっぱちょっと落ち込んだりするんですよねまあ今日もやっと終わったかという感じですねまた明日一日頑張らないとでまた次の日も頑張らないとっていうのはね まあ「頑張らないと」っていうのはねこパニック障害にとっては一番だめな言葉なんですけどね頑張るというよりもね、えー、無難に一日一日を過ごしていきたいっていうふうに、えーえー、心がけています、えーまあ、特に、ね、九州とか四国とかあとまあ山陰とかあと雨の影響のあるところに住まわれている方はね十分ね、あのー、注意をされて。 えーやっと今日も終わりましたこのままねまた薬をちょっと飲んでねえー、熟睡はできないかもしんないけど寝ようかなと思ってます本当に今日もありがとうございましたお疲れ様でしたまた明日もよろしくお願いします